鹿児島の自然です。ニンチャン号が今長篠の戦いで有名な長篠に来ました。こんな感じで鎧や信長マントがあったりします。ついに壇の浦に来ました。こちらが下関、こちらが文字になります。関門橋のケーブルです。こんなに太いケーブルで鋼鉄でハニカム構造になってできています。関門橋を通過します。今中国地方を離れて向こう側の小倉に向けて進んでいます。鹿児島に帰ってきました。ナポリ祭りです。なんか鹿児島の桜島とナポリも火山があって風景が似ているということで姉妹都市なのではないかと。はい、すみません、どうもありがとう。600円しました。上等のミートボールです。確かに満足で待ってました。今日ちょっと灰が降ってるのでよく見えませんが、桜島が目の前に見えるところです。来ました。鹿児島といったら本ラーメン、本ラーメンです。そして餃子、ザブマーメンのチャーハンです。そうめん流しあるって聞きました。ここでそうめんを流しながら、ご飯を食べることができます。ハチミツが置いていたり噴水があったりして、向こうには、噴水があって見れます。来ました。鯉の洗い、鯉ほく、おにぎり、そうめんです。これでつけて食べます。豚骨が来ました。豚骨が来ました。すごい。来ました。鯉の洗いと、鯉ほくと、豚骨と、おにぎりと、で、流しそうめんです。こちらは左利き用で、こっちが右利き用です。今度では、いただきます。美味しいです。ナスの塩焼きが来ました。結構大きくて立派です。そうめんも回ってます。では、いただきます。美味しい。おいか、おにゃん、おにゃん。